この辺は竜の気配もないし大丈夫だよな。と、しまった。何を集めればいいのか聞く前に飛び出してきてしまった。今から聞きに戻るとまた文句を言われそうだが、やむを得ないか。誰か来る。ごめんなさい、驚かせてしまいましたか。ああ、ラポネットか。どうしたんだ、まさか俺を追ってきたのか。そのカリカロに行って私も香草探しを手伝いに行きましたが、森の植物のことでしたら私の方が多少は詳しいかと思いまして。それは助かる。実は香草と言われても何を探せばいいかさっぱりで途方に暮れてたところだったんだ。そうでしたか。カリカロもあれでうっかりさんのところがありますからね。では行きましょう。お、それですわ、カリカロのお気に入りの香草ですの。ほう、一見ただの野草ばかりだけど料理に使えるものも多いんだな。旅先でも少しでも美味しい料理が作りたいって彼女もいろいろとこだわっているんですわ。ああ、美味しいものを食べれば気持ちが和らぐからな。助かってるよ。どうかしたのか。あ、いえ、先ほどは申し訳ありませんでした。急に突き飛ばしたりして。ああ、俺のことはいいんだ。ただ、君の様子がおかしいのは気になっていた。はい、あの時に見えてしまってつい取り乱してしまったのです。見た？何をだ。あなたの未来ですわ。俺の未来？そういえば彼女には千里眼の力があると聞いていたが。以前お話ししましたわね、私が千里眼を持っていることを。ああ、竜を見ただけで元の魔女の姿や記憶を知ることができるだったな。あとは確か。ええ、それともう一つ、誰かに触れるとその方の未来、特に悲劇を意図せず見てしまうのです。あなたも知っての通り、私たち魔女にはいずれ竜になるか狂気に侵されてしまう未来が待ち受けていますの。ですから私が見てきたのは多くの姉や妹たちの悲しい未来ばかりでしたわ。どう伝えてもあがいてもその結末を変えることはできなかった。竜と遭遇するたびに私は怯えるのです。その竜がかつて慕った魔女かもしれない、そして救えなかった魔女かもしれないと。そうか、ラボネットがいつもどこか物悲しげな表情をしていたのはそのせいだったんだな。見たくないものばかり見えてしまう。見えるだけで私にはどうすることもできないのに、どうしてこんな力を持って生まれてきてしまったのでしょうね。それでさっき俺が触れた時に未来を見てしまったということか。はい。よければ聞かせてくれないか、君が見た俺の未来を。それは。俺はここのところこれまでの生活や常識を覆される出来事に何度も遭遇してきた。これから何が起きるのかが分かるなら事前に知っておきたい。大丈夫だ、心構えはできている。分かりましたわ。私が見たのはあなたが殺されそうになっている場面でしたの。首を絞められてとても苦しそうで。そう、あそこは荒野のようでしたわ。首を絞められる。相手の姿はわからないか。ええ、全てが見えるわけではないのです。かろうじて見えたのは
手だけ。細くて白い。おそらく女性の手ですわ。荒野で女性に首を絞められるか。団長だとしたらその場で殺そうとするはずはない。縛り上げて法王朝に連れ帰ってから拷問するだろう。心当たりはないが気をつけるに越したことはないな。ごめんなさい、こんなことをお伝えして。こんな未来起きてほしくないのに。ありがとうラボネット。そこまで分かっているなら対策も取れる。あの、でもきっと結果は変わりませんわ。見た未来を避けられたとしても結局は。未来があらかじめ把握できているんだからきっと変えられるはずだ。俺はむしろ君に感謝しているよ。ん？どうかしたか？感謝されたのはこれが初めてですの。いつも不吉なことばかり言う子だと疎まれてばかりでしたもの。俺はそう簡単に諦めたくないんだ。無事に生き延びて君の余地が無駄じゃなかったって証明してみせるさ。なんだかおかしな話ですわね。悲しい未来を伝えて逆に私が元気づけられるなんて。それもそうだな。でもよかったよ。俺はてっきり気を悪くさせてしまったかと思っていたんだ。とっさに支えるためだったとはいえ、迂闊に触れてしまったのは失礼だったかと。え？あ、いえ、そんなことは。あなたは変わっていますわね。そうだろうか。ゼフィー、あなたは初めて魔女になった男性です。男性だからとずっと警戒していたのですけれど、その必要はなかったみたいですわね。今はこうして仲間になったのがあなたでよかったと、そう思っていますわ。あ、そうか。そう言ってもらえるとありがたい。本来なら敵対する者同士なのに、ラボネットは俺を信頼してくれている。不思議な縁だ。いつの間にか彼女たちは敵だとは思えなくなっているようだな。そろそろ戻るか。カリカロに怒られそうだ。え、そうですわね。早く誤解を解いて気を楽にしてやらないと。あそこだな。薄暗いせいで表情はあまり見えないが、それでも落ち込んでいるのはよくわかる。もしかしてゼフィーでしょうか？ああ、よく俺だとわかったな。ええ、なんとなくゼフィーの空気は独特ですもの。そうか。少し話したいことがあってきたんだが、構わないだろうか？え？いえ、あの、あまり私と二人だけにならない方がいいと思いますわ。それはまたあんなことが起きかねないからということか？ええ、それだったら心配ない。あれはラポネットが狂気に侵されたから取った行動じゃない。君がつけていた腕輪が引き起こしたものだ。一体どういうことですの？どうもイビル・レイヴンは竜を操れる魔導器を開発しているらしい。荒野で君が拾った腕輪がそれだ。竜を完全に制御できていなかったことからまだ魔導器は不完全だと思われるが、これに込められた魔力がラポネットに影響したんじゃないかと考えている。そんなことが。その結果としてああいう出来事が起きた。それだけのことだからもう心配しなくていい。心配？ああ、狂気に侵されてしまったのかと思って
落ち込んでいたんだろう。いえ、それは違いますわ。違う？もちろん、それも不安ではありましたけれど、私が落ち込んでいたのはゼフィーを傷つけてしまったからですわ。どういう事情であれ、大切な仲間を傷つけるなんて。その大切な仲間というのは俺のことを言ってるのか？もちろんですわ。一緒のねぐらで暮らし、星の神殿を共に巡礼しているでしょ。個人的にもお世話になっていますし、ゼフィーはもう私たちの大切な仲間ですわ。大切な仲間か。まさかそんな風に思われていたとは。そうか。ありがとうな。どうして笑っているんですの？ああ、すまない。正直、最初の頃はラポネットに一番嫌われていると思っていたものだから嬉しくて。それは最初だけですわ。シャルロッタはどうかわかりませんけれど、ミネッサもカリカラも私も妹も男性と接し慣れていませんので、だから少し警戒していただけですわ。それはよかった。とにかく首の傷は問題ないから気にしないでくれ。ですが。その代わり、これからもまた仲良くしてくれるか？笑顔が見られたな。やっぱりラポネットにはいつも笑っていてほしい。そう思うのは、俺も彼女を仲間だと思い始めているからなんだろうか。それにしても綺麗な星空だな。空に宝石が散りばめられているようですわ。こうして眺めていると、自分が悩んでることなんてとても小さなものに思えてきますの。自分の悩みか。俺もちゃんと結論を出さなければならない。だが今はもう少しこうして一緒に眺めていてもいいだろうか？ええ、いつまでだってお付き合いいたしますわ。こんな穏やかな時間がずっと続けばいいのにな。